ドン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 どうも、たくあんぼいです。本日はですね、長野県は駒ヶ根市のこちらですね、高禅寺へ来ておりますと、ね、ここはですね、ゆるキャンっていうアニメの聖地らしいですね。この高禅寺ですね、早太郎っていうなんか有名な犬の銅像があるのと、あと光ゴケっていうのがね、あるそうなので、そちらを見ながら最後にお賽銭をして帰りたいと思いますのでね。なんか途中めちゃくちゃ晴れてたんですけどね、急に雨が降ってきたので、今ちょっとこの日陰でやっておりますけど、ちょっとこれからね、見に行きたいと思います。ちょっと雨やめばいいんだけどな。それでは、行ってきます。雨本降りですわ。今ですね、ここを歩いていますと、これが光ゴケ、光の反射によって見えます。はい、なので光の反射によって見え方が違うらしいですね。なんか見え方が違うそうなんで、ね、ちょっといろんな角度で楽しみたいと思いますけど、反復横跳び得意ですよ。本当は多分ここまっすぐ行けるんですけど、迂回しないとなんで、ここ左に行くんですね。多分大通りみたいな、多分ここを左に曲がっていきます。本堂へ向かっているんですけども、迂回しないといけないのでね、めちゃくちゃ森の中を歩いております。もうすぐで本堂ですね。森の匂いがするな。ちょっと獣がいそうですね。それではこちらですね、本堂の付近までやってまいりました。あちらにございますのが本堂ですね。めちゃくちゃすごいな、なんか歴史感じますね。で、ここに何かね、池がありまして、これが、先ほども言いました早太郎。めちゃくちゃ優秀な犬でね、こう昔悪霊たちを倒した早太郎伝説と言われていましたね。桃太郎伝説みたいな言ってますけどね。日本の千葉県みたいですね。ずっと昔は優秀な犬だったんですよ。こんな風にね、銅像になる犬なんて、この早太郎と渋谷のハチ公ぐらいですからね。本当見てよかったですね。あとこのもう周りは本当に立派な木々が本当並んでまして、一本一本がめちゃくちゃ太いですね。本当にこれは何ですか、僕のウエストの80倍ぐらいありますね。でこれがバーッと続いてるんで、本当になんか山のエネルギーを感じますね。はい、ではもう本堂がねすぐそこなんで、ちょっと最後に寄って、なんかもう16時に閉まっちゃうらしいんでね、あと10分ぐらいしかないんで、すぐに行きたいと思います。じゃあ本堂はもうすぐなんで、カウントダウンですね。こちらですね。こちらが本堂でございます。いやー立派ですね。これもうめちゃくちゃ立派な早太郎を見つけました。これは撮影 OK らしいんでね、ちゃんと撮っておきたいと思います。うわー立派な、めちゃくちゃ大きいな。こうやって見るとさっきの早太郎がちょっと小型っぽく見えたんですけど、これの方がなんかすごい再現度が高いですね。これ強そうですわ、早太郎の伝説。はい、今よりおよそ700年ほど前、高禅寺早太郎という強い山犬が飼われていました。荒らされないようにと毎年祭りの日に村娘をね、
怪物から助けて、で最後に和尚さんに報告して息を引き取ったというね、花犬ですよ。皆さんもね、本当に早太郎に映えますしね、自然のねエネルギーを感じられる場所なので、皆さんも一度宝泉寺来てみてはいかがでしょうか。もう本当ね、4時に閉まっちゃうんで、そろそろ帰らないといけないんで、ね、来てみてください。それでは帰ってみます。ちょっとここはあんまふざけられないので帰ります。長野県は駒ヶ根市にあります宝泉寺。大自然に囲まれたこのお寺で身も心もきれいに現れました。それではまたお会いしましょう。